はい、こんにちは、タクです。今日はね、雑談やっていきたいと思います。で、まあ、雑談結構ね、久しぶりなんですよ。最近はさ、あの、ウーバーの話しかやってなくて、えー、雑談を、まあ、本来ね、この雑談系なのにさ、雑談をあんまりやってなくて、もう、ウーバーの話ばっかりになっちゃってて、ちょっとね、久しぶりに雑談したいと思います。で、まあ、 夏なんでね、まずね、皆さんの水分をね、こまめにとって、まああの、脱水とかね、あとまあ熱中症の、ねまあ、予防にね、えー、心がけていただければと思います。でまあ、あの水分をね、ただね、水のとかお茶飲むだけじゃなくて、あのー、なんていうんだろうあの、アクエリアスとかね、ポカリとかね、ああいうね、スポーツドリンクをね、えーまあ、飲んでね。えーまあ 飲んでいただいた方がいいかなと思います。で最近さあのまあここから本題なんだけど、うん、最近ねちょっと <laughs> 外出が多くてさもうなんかね本来自分が得意とする室内のことがねおろそかになってて、えー、まあ非常にね困ってるとでまあ外出先でね。 えー、外でね、まあ、スマホでね、えー、まあ、投資、トレードしたりね、えー、結構ね、外でトレードしたりね、もうあの、なんだろう、部屋の中でゆっくりね、何かするってことがね、ちょっとなかなかね、なくてね、忙しいですね。うーん。まあ、本当はね、あの、しっかりね、室内でね、 あのーまあ、チャート見ながらね、トレードしたりとかさ、まあ、相場分析したりとかするのがね、正しいんだけど、あまりにね、時間がなくて、ねあのー、スマホポチポチ、スマホポチポチ投資家になっちゃってね、えー、もうスマホないとね、何もできないっていうね、ちょっとね、えーまあ、やばい状態です。でスマホもねあの電源、電池がね、なくなるじゃないですか。 あのずっとつなぎっぱなしってできないから、うーん、ちょっと電池なくなるとで、ね、充電がなくなるとね、ちょっと困ったなとか思いながらね、えー、最近やってます。で、あのー、今ね、もう株高でね、やることがない。本当に、あに。株がね、高くて、もうね、やることがなくて、うーん、こっから買いに行けないよね。さすがに。うん まあその個別銘柄の短期売買はするんだけど、ただこっからね、ガチ法はないよね。あの、個別銘柄の短期売買はやるけどさ、こっからこの高い株価でさ、あの、ガチ法銘柄を選べないよね、ぶっちゃけ。うん、だってさ、 自分が学生だった頃さ、日経平均とかって、まだ8000とか9000だったからで、ねうん、このね、えー、なんだろう、この戦後最大、もうね、一番悪い経済の時に学生だったからさ、もうなんか信じられないんだよね。この高い日経を。信じられないよね。自分が学生だった頃ってさ、日経平均ってさ、8000、9000円ぐらいでさ、 あのー、なんかい、いろんなね、コメンテーターがね、あの、6000とか5000になるんじゃないかとかさ、もうね、いろんなこと言ってさ、もう、やばかった時代だからさ、一番景気の悪い時にさ、学生だったからさ、いや、もう、このね、株価でさ、ちょっと触りたくないよねって思っちゃう。うん。今ね、 今、株価がまあ非常に高い、本当に。えー、まあ、2万9000ぐらい、まあ、ちょっと前にね、3万とかつけたんだけど、いや高いよ、ガチで。まあ、個別銘柄もね、まあ、物色というかね、まあ、選んではいるんだけど、ほぼ短期だね。うん。 こっからガチ放する、まあ、勇気はない、ないよね。で、まあ、最近ね、あの、投資家はね、ちょっとしばらく、まあ休憩かなってちょっとお思ってるんだよね。うん、な、為替はやってるよ。為替はねがが、がっつりやってるけど、株はね、ちょっとやることがなすぎ、な、 なさすぎてさ、もう何何もできないよね。個別物色、個別銘柄の物色するぐらいで、うーん、もうすることないなとか思ってて。で、まあ、そういうこともあってさ、あのウーバーやってたりさ、あのなんかね、これ最後のちょっとね、後の後半ね、ぶっちゃけの話するんだけど、なんかね、あの一部の人はね、あの、あのまたね、あの昔の なんだろうなから俺の動画見てるんか知らないんだけど一部の人はなんかさあの <laughs> お前お前仕事してるのかとかさ <laughs> お前リーとかとか言って言ってくるんだけどさまあ面白いよねうんあの面白い、うん、<laughs> まあそうね思う人は思ってくれたらいいかなと思いますうん で、まあ、最近、そのねあの、投資も暇なんでね、うん、ちょっとウーバーしたりやっています。ウーバーもね、正直ね、まあ、あの、ここだけの話ね、あの、なんだろう、そこまでね、儲からないですよね。うん、なんか、新料金、なんていうのになっ,なったんで、そこまでね、 も儲からないっていうか、うん、おすすめはしないですね、うん。おすすめするんだったら下にさ、あの、なんか紹介コードとか載せるけど、おすすめしてないからさ、そもそも載せないというか、<laughs> あの、うん、俺は本当にいいものしかいいって言わないからさあの、あの、全然進めてないし、あの、そこまでなんか、なんだろうな、他の人がさ、動画でやってるようなさ、 そこまでいいもんではないとは正直思うけどね。うん。っていうことで、まあ、それぐらいかな。うん。まあ最近、本当ね、暑いからね、皆さん、の、注意してもらってね、えー、まあ体に気をつけてね、いただければと思います。いや、本当ね、暑いからね、もうね、あの、外出たくないし、 あのアイスばっかり食ってたいんだけどでもねあのそういうわけにいかないじゃんアイスばっかり食うタくとか言ってまたねあの炎上しちゃうよねアイスばっかりアイスばっかり食ってるんかとか言ってまたねなんかね、えー、言われちゃうからねうんまあそんな感じですってことで今日もね、えー、雑談最後までご視聴ありがとうございました